今日のゲームはトーナメントの準決勝となります。この時間は海外セブンバラン、こちらの試合をお楽しみいただきます。本日のゲームはイスタンブールの国民庁で行われます。ナショナルアンセムをお聴きいただきましょう。セムをお聞きいただきましょう。451のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が中盤でバランスを取ったシステムと言えますよね。このフォーメーションの特徴でもあるトップをどう生かすかがポイントになっていますよね。はい、そのワントップでの役割で大切なことは何でしょう？まあ、この場合ですとしっかりバストプレーができることですよね。まあ、あとは仕事で受けること、そして裏を取り出すこと、まあ、そういったたくさんのことをやらなければいけないんですけども、ツートップの場合はお互いで補うことができますけども、ワントップは全てのことができなきゃいけないですからね。はい、今ファーストハーフが始まりました。アジアオセアニアカップ準決勝、タイ対スジュンバダ。勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。仕掛けていきます。これは来た、はい、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。Thank you.
短時間で追加点。Thank you.
いボール縦へ。このスルーパスは通りません。このパス調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。前半で 3-0、 調子に渡って素晴らしい前半でしたよね。果たして決勝のステージに上り詰めるのはどちらなんでしょうか。アジアオセアニアカップ準決勝、タイ対スジュンバダ。スジュンバダ3点差をつけ後半に向かいます。さあ、ご覧のようにセカンドハーフ、素晴らしい。
き離します。
パス、ボールをチャンスだ、チャンスシュート来た、全く手を緩めません。
決勝。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。スジュンバーダとしては今日も強さを見せてきましたね。試合を重ねるにつれてチームワークも良くなってきてますし、戦いながら成長してる感じですよね。次の決勝も期待できますよね。そうですね。意気揚々と帰っていくサポーターと肩を落とすサポーター、明暗くっきり分かれました。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。アジアオセアニアカップ準決勝、スジュンバダ、これで決勝進出となりました。